トカーがいるって、走ってますね、トカーが。はい、やってまいりました、スピチューブね。今回はね、久々にね、ジーンズストリートに来てます。でもね、もともとそのジーンズストリートってのは、ジーンズが売られている街ってことでやってるんですけど、だいたいね、16時ぐらいにね、閉まっちゃうってことで、ね、もう完全に閉まってるんですけど、ちょっとね、そのジーンズストリートの夜の街をちょっと歩いてみようかなと思うんですよね。皆さんがありますね。スナックがあるんですけどね、もう閉まってるのかな。結構ね、食べ物屋さんが多いかなって思うんですけど、まあやってないところが多いですね、はい、カフェテラス。これがね、ジーンズストリートのトイレになってるみたいですけど、ここがもうストリートになってるんですよね。このデニムのパンツがぶら下がってますけど、釣り具店ですね。こんなところに釣り具店か。郵送のサービスもあってるみたいですね。ここ結構ね、有名なコーヒーショップだったかな。有名なんですよね、テレビでも紹介されたコーヒーショップか。デニム風の自動販売機、モータルジーンズ。
なんかもう通行止めみたいな感じになってますもんね。なんかあるんですかね。パトカーがいるなって。走ってますね。パトカーが。マリさんがトイレ入ってたんですけどね、ふるってまして、マリさんね、あ、なるほどね、すごいね、走ってったんで、なんかなとか思ったんですけど、マリさんが普通に公共のトイレを使うみたいですね。なるほどね。公共のトイレは、結構古い建物なんですけど、訪問介護ステーション。はい、というわけで、戻ってきました。ね、昔は多分ね、そのスナックとかそういう、まあ、お店があったと思うんですけど、もう今はね、そういうもうジーンズストリート、まあ、ジーンズのお店中心のね場所になったと思うんですけど。また多分探せば、そのちょっとしたあのスナック飲み屋さんとかあると思うんですよね、全然。はい、でもやっぱ4時に閉まるっていうのもなんか早いっすよね、ジーンズストリート。でもまあなんかいろいろあるんですかね。というわけで今日はねこれで終わろうかなと思います。はい、というわけでね、いつもありがとうございます。それではまたお願いします。またね。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。